下克上で日本一になったソフトバンクでは、西武と同じく独裁的な工藤徹勘監督、55と選手の間に埋めがたい功が横たわっていた。つ、中でも深刻なのが、股関節手術のリハビリから復帰する守護神、サファテ、37との関係です。17年8月にリリーフ陣の酷使をめぐり批判とも取れる発言をしたサファテを、工藤監督はよく思っていない。本音では新守護神に抜擢した森井と、27を重用したいはず。起用法次第ではサファテのプライドを傷つけ、一悶着起きそうです。スポーツライター、つ、加えて、甲斐キャノンでブレイクした甲斐拓也、26の動向も怪しい。オフのテレビ出演などが続き、すっかりスター選手気取りだとかですが、現役時代に城島健司、42を超一流に育て上げた自負のある工藤監督は、そもそも甲斐をそこまで評価していないんです。昨季までなら選手と監督の間に、達川光雄元ヘッドコーチ、63という、緩衝材がいて、調子に乗った選手をたしなめもしましたが、今やそうした存在もいなくなってしまった。スポーツライター、つ、火消しを担う守護神と正捕手が、共に監督とぶつかる可能性がある現状を見れば、すでに危険水域と言えよう。最後は積極的な補強で戦力に厚みの出た日本ハムだ、つ、オリックスから移籍した金子一大、千尋、35の、宇宙人ぶりに他の選手が合わせられるかが心配です。金子は4年前のメジャー移籍騒動の時もそうですが、日本ハム入りにしても何にしても、名古屋在住の風水師に全てを決めてもらっているんです。これが登板日の決定まで風水に委ねたりし始めたら、球界関係者、つ、日本ハムには甲子園のスター吉田明星、18も入団したが、元祖の斉藤佑樹、30はさすがに首筋が寒くなってきたか。それでも今季も現役続をこなです。実は入団時に、10年間は選手契約するというサイドレターがあったと噂になっているんです。斉藤の特別扱いに対して別の選手が球団に提言してもトローに終わるため、今では誰も相手にしなくなった。斉藤は吉田に近づいて懐柔し、ハンカチ派を作りたいようですが、入団時から斉藤を認めていないキャプテンの中田翔、29らが阻止する構えを見せているという不穏な話まで聞こえてきます。パ・リーグ関係者、つ、いずれの球団も、火種が大爆発を引き起こさないよう、